崎サバリエラのおーちゃんです。こんにちは。今日は久しぶりにですね、ボーカルを復活します。女性ジャズボーカルです。お待ちください。はい、今日お届けするのは今決まりました、サラボーンという女性ボーカル、黒人の女性ボーカリストですね。これでアルバムのジャケットはこちらになります。はい、女性ジャズボーカルの中では三大黒人女性ジャズボーカリストとして一般的には挙げられる人ですね。ビリー・ホルデイ、エラ・フィッツジェラルド、そしてサラ・ボーンですね。そのサラ・ボーンが歌う代表的なレコードになります。今お聞かせしているのは、はい、ララバイ・オブ・バードランド、バードランドの子守歌という曲です。はい、でこのアルバムの特徴的なことはいろいろあるんですけども、もうサラ・ボーンのボーカルがもちろんもう一番乗りに乗ってるっていうことはもちろんのことですけども、サイド面がすごいですね。トランペットがクリフォード・ブラウンという、で、フルートでハービーマンも参加しているという、もうそうそうたるメンバーで、構成されてます。はい、それで、そうですね、これ録音されたのは1954年です。で、クリフォード・ブラウンはこの2年後に自動車事故で亡くなってしまうんですけども、そういう意味でも非常に貴重なボーカリストの伴奏をしても朗々と歌い上げるトランペットがそのうちちょっと、流れてくると思います。はい、まあ、サラボーンのこのスキャットもすごいですよね。はい、それでサラボーンはですね、この後これマーキュリーというレコードレベル会社なんですけども、その後、まあ、いろんなレコード会社を変えてもう名盤をどんどん出していくんですけども、これは今ポール・キンシェットというちょっと前の、中間派と言われるテナーサックス奏者ですけども、はい、ということで、サラ・ボーンの名アルバム、ウィズ・クリフォード・ブラウンとも言われますけれども、バードランドっていうのは何かと言いますと、バードっていうのはチャーリー・パーカーのことなんですね。チャーリー・パーカーとの愛称でバードと呼ばれます。で、バードランドっていうのはニューヨークにライブハウスがありまして、それでジョージ・シアリングという盲目のイギリスのピアニストが作った曲で、チャーリー・パーカーに捧げた曲と言われています。ということで、今日はサラ・ボーンのララバイ・バードランドをお聞かせました。バリエラのおいちゃんでした。ジャズはいいよ。